カルビ、サミヤ、おばさん、東京アムラムワールド、アムラム。こんにちは。そういうこと、そういうこと。カメラマンの彼氏です。そういうこと。本日皆さんにやっていただくのは、はい、今日の主役は君だ。スポットライト対決。ですね、今皆さんあの天井を見てください、はい、照明がありますね。今回はこの中央の12個、うん、電気を消した状態で1箇所だけつく状態にします、うん、皆さんは暗闇の中で自分がここがつくと思う場所に立ってください。そして僕の合図で見事自分のいる場所にスポットライトがついた人は今日の主役、私が主役。これを3回します。3回して一番主役に選ばれた人が優勝、うん、一番主役に選ばれなかった人は脇役ということで罰ゲーム。なんで脇役は罰ゲームなんだよ。いいだろ、そういう役目も必要だろ。全員主役でやるのが東京アムアムワールドなので罰ゲーム。私が主役。今のは何のポイントも入りません別に。ということでやってみましょう。浴びせて東京アムアムワールド。それでは皆さん、はい、それぞれ位置についてください。私はこれだと思う。私が主役。いえ、私よ。私よ。いえ、私。いや。キリがないんでいいですか。私は女優。来い。私だって女優。それではいきます。今日の主役はこの人です。残念。ということで1回戦目は誰も選ばれませんでした。ここか。私よ。もう悔しいわ。第2回戦目スポットライトをお選びください。私はこれ。この人が話してたから。私はここ。私ここに決めた。私が全て。私なんかが主役になれるわけないみたいなやつが主役に選ばれるわけない。それではいきます。今日の主役はこの人です。私なんかは無理。おばさん。やっぱり私だったわ。ということで第2回戦目はおばさんが主役でございます。話しかけてたからこの人が。私は女優。やっぱり私には無理なんだ。主役には頑張ってね、脇役の人たち。それでは最終選考スポットライトをお選びください。私なんかは選ばれるわけない。私を呼んだのはこの人。ここにする。決めたの。もう振り向かない。それではいきます。今日の主役はこの人です。カルビーさん。私が主役だな。私やる。主役やる。おめでとう、おばさん。ただここからが大変だ。なんでさり際な。私負けない。私応援してる。私たちは女優交代交代。主役。奇数の日は私、偶数の日は私、交代交代に主役。アニーとかによくあるやつ。なんなんだ。罰ゲームは脇役ということでダブル脇ツボでございます。なんだよそれ。脇役だからスポットライトを浴びないところでやってあげる。せめて明るいところでさえ。暗い。もう罰ゲーム脇ツボお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。痛い痛い痛い。